あ、そう。けど動画上がっとったで、YouTube、うん。なんか許可を得ればいいみたいだけど。ああ。
書類にして提出してくださいってやろうかね。5分休んだらや、あと3分足らんかった。ここまでやけ、結構人広いですよ。でここから入っていってね、後ろ回れる。あ、本当だ。うん、言うてん俺一周回れるでってということで、高知県高知市の沢田マンション、伊蔵さんの墓が、知ってる人は知っている、山の中に入って、岡田伊蔵の墓がどこにあるのかこれ知らんねやけど、こっちから確か山の中に入ってたところ、あ、これいかんわ、これ出ないかね。で、一回撮ったでしょ、岡田伊蔵の墓。はいはい、ヤマダ電機の裏の方だったけどな、あれ。ということで、あとは尺稼ぎ、あと2分です。これ北部環状線やったかな。こっちは再開発をされた方。あ、こっちは地毛やね、山の方は、山手は。ここは道路を新設したとこですよ、はい、高知インターができる時に、はい、二車線の道路はもともとあったんかな、 あって四車線にしたんかな。シナトララーメン、ここにも台湾ラーメン。台湾ラーメンの定義って何なんでしょうかね。ミンチを辛いので炒めたとかそんなんじゃないですか。ミンチやったら担々麺やんね。とニラが入ってとか、うん、なんかあるんでしょうね。アロイアロイですよ。美味しいって台湾語ないんですって、中国語、シェイシェイしかないって。そんなことないやろうと思うけど、美味しいはハオチーじゃないですか。ハオチーな、俺台湾人に聞いたけど、美味しかったです、ごちそうさまっていうのを教えてって言ったけど、何やったか忘れたけど。はい、ということで山田電機さんで一周ぐるっと回ってきました。目印は山田電機さん、高知店、高知インター店。ここを左に曲がると沢田マンションがあります。チャンネル登録よろしくお願いします。